まず最初にですね、平らなところで、基本的なセッティングをまずはみっちりと練習をしてから上に上がりたいと思いますので、でそれもですね 3人ずつで一応固まって、でチェックしながら順番に一人ずつ順番にチェックしながら、でここにちょっとロープを張るので、そのロープを使って、懸垂加工のセッティングの練習をします。でこの懸垂加工の場合はセッティングさえ間違わなければそんなに危険はないんですけども、もしセッティングでミスが起きるとそのまま墜落をしてしまうというか、滑落、その安全のためにこう懸垂加工をするんだけどセッティングが間違えているとそのまま滑落をしてしまう危険が伴いますので、そこをですねまずこの平らなところでまず落ち着いてこう、手順を練習しますの でそれから上に上がるんですけど、上に行くとちょっとこう高度感もあって、ちょっとこう緊張感、最初慣れないうちは緊張感があって、そこでまたこう焦ったりとかしやすいので、とりあえずこの平らなところで一応手順を練習をしたいと思います。でまずちょっとハーネスをチェックします。大丈夫かな皆さん、大丈夫ですね、はい、よろしいですか、はい、緊張感もありますね、はい、OK です。このハーネスの一番やっぱりこの大事なのはこの折り返しがちゃんとされているかで、この折り返しをするタイプのハーネスはこれがないと即レッドカードになりますのでOK ですね。あとこうカラビナの付き方なんかは別にそんなに大したあれはないんですけども、とにかくこの折り返しですね、もうちょっと締まれば締めた方がいいですね。ここのこれはちょっとなんか違いますねやり直しですかね、ですね、はい、いや大丈夫です、大丈夫、これはこれはちょっとあれ何が起きてるからこう、これでも取れないのかな、これ取れないのかな、まあ違うんですよこれこれ普通にベルトとしてこっから2つこの2つの金具をまず下からこう通したらこっち側に1回抜けてから折り返してこっちここに折り返すっていう感じね、ちょっとやり直してもらっていいですか、これは新しい形ですねはい OK ですね、はい、OK ですね、はい OK ですね、これは大きい方にこの、この8缶はですね大きい方にかけとく、大きい穴も、はい OK ですじゃあこれからですね、懸垂加工の、セッティングの手順を説明していきますので、まず見てていただいて覚えてくださいね、で後で自分でやって これをこのロープを利用してちょっとやってもらいますの でその時にまた手順は再確認しながらグループでとりあえず教え合いながらやっていただければと思うんですけど、まずイヤバに到着したら、でここが一応想定としてはここから、崖になっていると、でここはまず平らなところで高いところはこれからその低いところにこれが降りようとしている想定で、でこれはですね一応ロープなんですけど、まあ、たくさんの人数でこう練習できるようにロープ張ってるんですけど、通常は岩のどこか岩のなんかこう出っ張りのところにスリングをかけて、確保したりとかロープを巻いたりとかするんですけど、一応木を使ったりとかいろいろするんですけど、これを支点にして使いますので、一応こういうふうに縛るとこう動かないので、ガサガサ動かないので、まあ、ちょっとこう扱いやすくなるんですけど、こう縛るのはこうスリングがあったら、まずこの縫い目が大体真ん中ぐらいにくるのは邪魔にならないので、真ん中にくるぐらい で先を一回こう普通に縛るんですけど、こうやって普通に縛ったら1本抜く、ピッと1本抜いてキュッと縛るとですね、どっち側かが動いてこういうふうにこう移動するようにできるんですよ。普通に縛ったらこれを1本抜く、これを1本抜くと、これを
こっちだ、こっちか、こういうふうに、でそれをカラビナにかけて、でこんな感じね、でこれを準備しておくと。それとあとはあのこの8缶、この8缶は、大きい方のリング、8缶を持ってる人は大きい方のリングをカラビナにかけて、まあどっちでもいいです、右でも左でもいいのでラックしとくと。大きい方をかけてるっていうのがポイントですね。大きい方、大きい方の輪っかをかけてるっていうのがポイントで、 ATC っていうあのこういう豚の鼻とかっていうんですけど、この ATC を持ってる人は ATC のこの輪っかですね、ワイヤーのところをかけた状態にしとけばいいですけど、それでメインのカラビナ、大きい方の完全貫付きのカラビナは、ビレーループにかけて、まあ、これで懸垂加工のとりあえずあのハーネスをセッティングしている状態っていうのは、だからこれだけセッティングができていればとりあえず OK なんですけど、であとは手袋がすぐにつけることができるように、でまず岩場に着きましたと。でここでまず最初にするのはあの自分の安全確保ですね。このビレー用の、カラビナをまずこのロープにかける。で安全感をしっかり締めて、でまずこの状態を作ってから、次にこのロープに、まあ、通常は岩だったりとか木だったりとかにこうロープを巻いて懸垂加工をするんですけど、とりあえずはここではちょっとこのロープを使います。ロープを準備するんですけど、ほどいてですね、で今日の練習するときはこのロープはあのそのピンクのロープをみんなで共同で使うので必要ないんですけど、通常はでロープをほどいて、でよじれがなかったら、直接このロープにこうやって通して、反対側の末端、まず末端をこう合わせて、この末端を8の字結び、これ必ずやってください。キュッと8の字結び、これで輪っかができるので、とりあえずあの、まあ、多少セッティングがなんかでミスってもこのロープにさえついてればロープがこうスルッと抜けてしまうことがなくなると。それとあとはあのもし、この崖の途中でロープが末端が終わってしまうと、そこでまたかけ直して降りていくんですけど、ただあの崖の途中だとあのこう懸垂加工をしててボケーとしてると、こいつがここに結び目がないとこう気がつかないで懸垂加工してスポッと抜けてしまうと、そのままもう墜落していくので、そういうことにならないためにも必ずこの末端は8の字結びで、結んでおくと、こういう状態。そうするとあのこう懸垂加工しててもここで止まるので、あのその時点で気がつくので、スポンと抜けるこう危険を回避できるということで、必ずこれは癖にしてくださいね。だから末端をそのままにこうそのままこう垂らしていると、もしセッティングが悪くてこっちのロープだけにかかっててっていうとスルッと抜けて落ちてしまうと。あとはあの懸垂加工してて途中でまあ、ロープの長さが、耐えられるところまで足りないと、あのスポンってこう抜けてしまうとそのまま墜落していくので、それは非常に危険なので、必ずこの8の字で必ず末端を結んでおくと。で結んだら今度はこのかかっているロープを、このかかっている場所がちょうど真ん中に来るようにこんな感じでタタタと集めて、それでこのロープを下に落とす、ドン、まあ、あの人がいないと安全確認をしてから落とすと。でもし誰かがいる場合はあのロープを下ろしますって言って、あの危険、一応このロープを落とすときにあの岩場とかだとあの小石とかを巻き込んで落石を作ったりとかする可能性もなくもないので、ロープを落とすときは必ず下の人に声かけてから、あの避けてもらって、下にいるとね、人がいると避けてもらってから落とすと。で次にこのロープに8缶を
セッティングするんですけど、でこの時点で僕はまだこのビデオを撮ってるので、あの安全が確保されている状態ね。でこれはまだ外さないで、まず、手袋ですね。もうその前にしててもいいんですけど、一応グローブをはめます。もう先にやっといてもいいですね。特にこのシェードをかける、シェードをかけるのは、あの右利きの人は右手だったりとか、左利きの人は左手だったりとかするかもしれないんですけど、一応このシェードをかける方の手、まあ、両方あれば両手グローブをしてもらってもいいんですけど、一応シェードをかける方の手と、反対側ももしできればすると。それで、次に8缶をセットするんですけど、8缶はですね、このロープを、2本一緒にこんな感じで持って、この穴に通します。で穴に通したらそのまま小さい方のこの輪っかに引っ掛けると。この状態 OK ですか。この状態で、この状態にしてからカラビナから8缶を外す。そうするとこれで手を離しても落っこちない。これ結構落っことす方がいるんですよ。これをですね、普通にこのかかってるやつをまあ多分上でもそれやる人がいると思うんですけど、こう思わずこう取ってしまって、でかけようかなと思った時にこうポロンと落としてしまうと。そうすると8缶一つなくなるので、上から物を落とさないようにするためにはまずロープに8缶をかける。こうやってかけてから外すと。外すともうこれ手離してもとりあえず落ちないので、よほど運が悪くない限りは落とさないんで、それから自分のこのカラビナに糸缶を通すんですけど、精度をかける側、こうやってロープに向かって精度をかける側にこのロープが自然とこう出てくる向きで、セットすると。こんな感じね。これがよじれてるとまたやりにくかったりとか引っかかったりとかいろいろ起こるので、一応これを意識して、要は反対側に出てると、こういう状態にでかけてると、僕は右手で操作するんだけどってこうよじれたりとか、またこうめんどくさい作業が一つ増えてしまうので、一応その落ち着いて、自分がこう精度をかける側にちゃんとこう向きを合わせてから、なるべくねじれないようにして向きを合わせてからカラビナにかける。 OK ですか。ここまでかけるね。見えますか。でこの状態で一応このロープに自分は一応ジョイントされていると。ただこのジョイントはされているけども、このロープを握ってないとこの8缶をスルスルとこうロープは抜けていくので、握ってないと固定はされているわけではないって感じね。で一応これで8缶のセッティングは完了です。要は懸垂加工をするためのセッティングはこれで完了なんですけど、で次に一応ハーネスとかこのセッティングは間違えてないかをもう一度確認。一回ですね、もしテンションかけれればそこでちょっとこうテンションかけて引っ張ってみて、まずハーネスがちゃんとセットされているか、このベルトがちゃんと折り返されているか、もう一回チェックですね。自分でチェックする。それでこの、カラビナがちゃんとセットされてロックされているかをチェックする。で糸缶がちゃんとセットされているかを、これ間違えてこの輪っかをですね、まあ、最初慣れないうちはもう間違えてここにかけてしまったりとか、まあ、いろいろなことが起こるので、それもちゃんとチェックする。で一応今日は僕が上にいてセッティングが間違えてないかはチェックをして、で一応安全確保、まあ、これ手離しても墜落をしないようにもう一つロープをつけて、一応まあ多少失敗しても死にはしない程度ねちょっと意地悪でロープをたるましたりとかまあ2メーターぐらいはちょっとこう引きずられるかもしれないぐらいな感じで、一応安全確保はしながら懸垂確保を今日は練習したいと思いますので、一応そこは心配ないんですけど、一応この状態で全部セッティングが、あと支点がちゃんとセットされているかっていうのを確認したら、今度はこの
精度をかける側の手をしっかり握った状態、こう手離してるとスルスル落っこちてしまう可能性があるので、しっかり握った状態でこいつを、このビレーを外すと、ビレーを解除、解除というんですけど、ビレーを解除する。でこのビレー解除したやつは、カラビナはですね、このラックにかけたら、もうこの今右手だけしか自分のこの命をこう支えていないので、この手はもう離さないで、それでもう一回テンションかけてチェックすると、リード手袋がしてるかもチェックすると。でもしこれ間違えてたら、なんかこれあれ違うと思ったら、またこのビレーを先にかけて、それから、どっか直すとかするんですけど、必ず何かあった、何かこうあれ間違えた、あ手袋してなかったとかいうことになったら、まずまたビレーを戻すと、それから作業するように。これも焦ってるとこのままでこうなんかこう作業したりとかして、そこでポロッとなんか石が抜けたりとかすると、そのままこう落っこちていく可能性があるので、普通にこう体重がかかるとこうやって滑っていくので、じゃこの一回もうビレーを解除したら、この手は離さない、もう維持でも離さないようにして、またチェック、もう一回再度チェックすると、一応チェックして OK だったら、それで今度はこの、体重をこうかけながら、この制動しているロープをこう送り込んでいくような感じで緩めていくと、こうやって移動していくので、こんな感じで降りていくと。で今日はロープは1回でこう足りてるっていうか、こうロープがもう下まで届いているので、今日の場合は途中で掛け替えたりする必要ないんですけど、途中で掛け替えなきゃいけないってなると、この長さの間にどっかこう支点を作る場所を見つけなきゃいけないので、まあ、そのあらかじめ支点となるところ目安はつけておいて、あとは動きながらなるべく支点になりそうなところがあったら、そこで一回止まって、またビレーのをするためのものを作って、固定をしてロープを抜いて、そこでまた支点を作ってっていう感じで降りていくと、そんな感じです。よろしいですか。で下までこう降りたと、降りたらこのロープ自体が、このクライミング用のロープは結構伸びるんですよ。伸びるようにできてて、ゴムのようにこうぶら下がると分かるんですけど、伸びてるので、今こう完全に伸びてる状態になるので、これでこの8缶を外そうとしても結構抜けない、こうやって伸びてる状態になってるので抜けないので、一回こうしゃがみ込んで、こういうロープをこう一回こうたるませてから立ち上がって取れば取れると思いますので、で結構この8缶は熱く、摩擦で熱くなっているので、できれば手袋をしている手で外すと。で外したら、このカラビナにまた大きい方の輪っかをかけてからロープを外す。でロープを外したら、とりあえず上岩場なんで、まあ、ここは平らなとこなので、岩場にの近くにいると石が上から落ちてくるかもしれないから、速やかに岩から離れると。途中だったらもうそれはできないんですけど、岩の途中だったらできないけど、今日はここは平らなとこなんで、とりあえず上から石が落ちてきても大丈夫なようにちょっとこう速やかに離れると。でそれで完了。手順としてはそんな感じです。でこの手順を今からですね3つの班に分かれて順番に、ちょっと時間かかるから、もう1人ずつ一応班で固まって、3人3人3人で固まって、一回ちょっとこの手順をやりながら、で分かんないとこはちょっと教え合いながら、で僕もこうここにいるので分かんないときは聞いてください。そんな感じで、やっていただいてよろしいでしょうか。まず現場に着いたら、まず安全確保、ビレーを取ると。でしっかりとロックするやつはロックをしてくださいね。一応ロックをしっかりとする癖をつけてください。別にロックしなくても外れないなとか思っても、一応癖をつけると。で次にロープをかけて、末端を八の字結びにして、でロープダウン、でロープを落としたら、次は8缶にロープをかけていくと。で手袋を、そのこの時点でも手袋をしといた方がいいかな。手袋をして、で手袋結構忘れがちなので
もう懸垂加工するって言ったら手袋を先に準備してもいいぐらいに結構ね忘れるんですよ。で実際懸垂加工してから始めてからあロープ忘れてたみたいなことになることがあるので、この末端の近くでやらないとこのまま飛び込むことになってしまうから、うん、ここにエイト缶をかけると。それでなるべく支点に近いところにエイト缶かけた方があとこう確認したりチェックするときにはやりやすいので、なるべく上の方っていうか高いところにこの支点に近いところにエイト缶をかけた方がやりやすいかな。でちょっと長いなと思ったらちょっとこう送り込んでちょっとこのエイト缶の位置を上に上げる感じですね。でこれで外すと、外してメインのカラビナにかけるんだけど、この時に、この自分が握る方の向きを合わせて、これがちょっと気をつけているから、こうか、右手で制動をかける、はい、はい、かける場合はそうですね、はい、あでもこれがこうで、これでまずこの制動をかける方の手を握って、これで一回ちょっとこうテンションかけてみる、このロープにちょっとテンションかけてみる、うん、でこれはまだ外さないで、ビレーはまだそのままで、でこの時にちゃんとこのカラビナとかがセットされているかとか、これは後で外すんで、はい、あとハーネスをもう一回ちゃんと折り返されているかとか、その辺を再確認をして OK だったら、もうこの手はこの右手は握ったまま離さないで、でこのビレーを解除、うん、でこの時はもうこの手はが命綱なので、これはもう手は離さないでビレーを解除すると。で解除したら、まあ、もつれてないようなで、ここにギアラックにラックすると。でこの時点ではもうこれしか、はい、頼りがないので右手を離さないで、でここでもう一回ちょっとテンションをかけてみると、はい、かけてみると、はい、で OK だったらこれで下のまず安全確認をして、はい、大丈夫だったらこれで懸垂加工を始める。でここまでは手順なんで、これをもう一回やってもらっていいですか、その手順を。みんな大体 OK ですか、分かんないことがあったら聞いてください。8の字結び OK ですね、はい、はい、でこれはだからこのカラビナにかけてからロープを外す癖をつけてくださいね。別にここ平らだから落としてもいいんだけど、一応その癖をつける感じね。手順が大事ですよ皆さん。結構ね最近偏るんですよ。だから多い時と少ない時は一人とか、本当に一人とかで講習してたりとか、もうそれがね、それは最近入った方で申し込ん でその時に大体何人ぐらいいるんですかって言ったら、今30人ぐらい実際受けてて、全部で100人ぐらいは登録してるんですよって言って登録をして、で次の講習が一人だったりとかしたら本当かよみたいな、こうすごいなんかこう疑いの眼差しを感じてその後一人だったり、いやいや本当にいるんだけど今日は一人ですけど本当はいるんだよ。でこういう時に来てないんですよその人は。でまた次に懸垂加工とかの時にあれ一人だからどうするみたいなことになったら、本当になんか嘘じゃないみたいなこと。じゃあそれをですね何回もちょっと練習しといてくださいね。僕はちょっとロープをかけに行ってきますので、thank you.
セッティングが完了したらちょっとこうテンションかけてとりあえずチェックすると。で全部チェックして OK だったら件数確保始めるんですけど、最初にこう足をこう下ろしていくとこう足が滑った時にこう岩に叩きつけられるので膝とか怪我することがあるので、あの必ず足の裏で岩をこう蹴るような姿勢でこんな感じね、こうやってこう移動ができるぐらいにこう自由に、これ足が先に降りてると結構危ないんですけど、こういう状態になってる、こういう状態だとちょっと擦れたりとかすると痛い思いをすると、必ず足の裏でこう岩を蹴りながら、まだ一回チェックをして一回テンションかけてみて、テンション怖っ怖っロープに一回体重を預けてみて、まだここではビレーは OK だったらテンションを抜いて、はい、でビレーを解除すると、一回ゆっくりとテンションを上げるんだけど、はい、こいつがもっとこの上にあれば、はい、やりやすい、スタートがしやすい、でそれでテンション上げる、はい、で右手は、まあ、お尻ぐらいのところにあるぐらいの方が、はい、理想なんですけど、はい、で左手は、この8カーにも下側を、はい、こっち側から手をこの下から回した方が多分持ちやすいと思うの でこれはあまり力を入れずに、はい、精度は右手でいい、はい、じゃあ、はい、thank you.